皆さんこんばんは、ジマでございます。今回はですね、ニコン ZF とですね、85mm の F1.8 の S ライン、こちらでですね、いろいろスナップ撮影ってものを楽しんできましたので、ちょっと Vlog 形式でね、時折アクションカメラの映像を含めながらですね、お話ししていくんですけども、まあ気軽に聞いていただけると嬉しいです。今回はそんな細かい話をせずにですね、 ZF というカメラを使いつつ、 85mm の F1.8 シリーズというものを使ってですね、私自身がスナップに持ち出した印象みたいなところをね、お話しできたらなというところでございます。実際も撮影してきているね、お写真をね、差し込みつつお話はするんですけど、 85mm と言いますと、まあ中望遠領域でございますよね。で、中望遠領域ってなりますと、まあボケ味をね、表現するにはすごく扱いやすいというところがあるんですが、一方で結構撮影対象にグッと、寄るというところがありますので、スナップ撮影だとね、ちょっとね正直なところ、おい近い近いっていうところが何回かありまして、普段ね、24とか、26とか、あとは35とか50とか、そのあたりで、スナップするっていうところが多いんですけども、今回ね、せっかく 85mm の F1.8、 これ購入してね、本当数週間なんですよ。今回のね、ニコンのキャッシュバックキャンペーンの対象になっておりましたので、実際に購入してみてですね、で、ポートレートとかに向いているレンズではあるんですが、せっかくであればね、街中のスナップっていうところに中望遠領域の 85mm の圧縮効果とですね、切り取り方、撮影対象をね、強調するっていう特徴を生かして、スナップってのも面白いんじゃないのかなっていうところで持ち出した形になります。で、いつもであれば、元高画素機っていうものをね、持ち出してガンガン DX クロップでみたいなところもあったりするんですけど、今回はですね、せっかくなので ZF で持ち出しております。で、 ZF なので、今回はいつもの、スナップ撮影に比べてモノクロームの、撮影というものが、多くなっております。で、ピクチャーコントロールはですね、スタンダードですかね、標準なんていうんかな、スタンダードって呼び方で合ってるよね、 SD スタンダードですね、スタンダードを、使っております。あとはですね、モノクロームに切り替えたりとかもしておりますので、スタンダードベースでいろいろ多少コントラストとかを、強めたりする場面もあったりしますが、スタンダードベースで利用しているという形になります。で、 85mm の、F1.8S ラインなんですけども、画像処理エンジンがね、やはり XPEED 6世代目であれば結構、きつく表現されるっていう印象があったんですが、この ZF はもう画像処理エンジンが XPEED 7世代目っていうところがありますので、比較的ね、柔らかく映ると。で、 1.8 シリーズはどちらかというと結構厳しめというか、ガリガリのしっかりとした描写をしてくれるレンズではあるんですけども、その中でも85はまだ少し、ポートレートなどを意識されているのか、柔らかい印象があるかなと。なので、撮影対象にピント面ですね、合ってる場所、ピントをバシッと捉えてる場所はしっかりシャープに映ってくれるなと。さすが S ラインの単焦点だなっていうところがありまして、ボケ味ね、ボケ表現のところはすごく、柔らかく映るかな。ただ、今となってはですよ、ニコール Z の 85mm の F1.2 の、S ラインなどもありますので、上にはね、上が存在しちゃっているので、85の 1.8 というのは地味に見えてしまうところがありますが、普通にこのサイズでね、持ち出せるっていうところを考えると、すごく、快適という形でございますね。ZF 実際今私がね、手元を首からネックストラップでぶら下げて持ち歩いているシーンのところでしたが、サイズ感的にもね、ただ、そうですね、正直なところ ZF はやっぱりあまり長いレンズは個人的にはつけへん方が、つけてもいいんですよ。実際今日つけて 85mm とかでね、つけて撮影しているんでね。ただやっぱりその26とか、40とか28とか含めてですね、あまりその長さのないレンズでの撮影っていうところも私自身慣れておりますので、 ZF はグリップのところをね含めて、短めのレンズの方が収まりがいいというか、撮りやすいなっていうところがあります。ただ、こういった今回の85になりますと、ところどころ私自身が撮影しているね、シーンが上からアクションカメラで映しているところもあるかと思うんですけど、そういったところはもうレンズを持ってます。
なので他のカメラであれば、なんていうんですか、カメラのグリップ部分ね、持って撮影するのが普通だとは思うんですけど、まあ、ヘリテージデザインのね ZFC、 こっちのねシルバーのこのカメラであったりとか、 ZF のこのブラックのねこのカメラになると、もうグリップ、あのスモールリグさんとかのね、あの純正からも出てんのかな、グリップをね別売りで購入して、まあ、くっつけるっていうのもありだと思いますが、質量はね可能な限り私はあまり、まあ、重たくしたくない。もうすでに結構質量、質感がね ZF はかなりいいので、あの質量は重たくしたくないなっていう時にグリップを持つと、ちょっとねあの手首に負担がきますので、もう基本レンズを持って、でレンズの根っこ部分を持って、まあシャッターを押すっていうところで安定しておりますので、まあ、そういったところさえコツをつかんでしまえば全く問題なくね、撮影が楽しめるというところがあるかなっていう印象でございますといったところですね。何より ZF ね、あこれちなみに動画です、さっきのコアラね全然動かんかったんですけど、あの動画でございます。動画もね、4K の 60p で今回撮りました。なので若干スローモーションでしょ、白熊さんがバーンって上に上がっていきはるけど、 4K の 60p で、ZF は 4K60p までです。 120p はできなくて 4K60p まで、まあ、SD カードってところもありますしね。であとはクロップされます。 4K の160p で撮るとですね、強制的にあの DX という形になりまして、ちょっとね何て言うの、大きく映るという形になりますので、85を今回、まあ、つけていたところもありますので、結構ね、まあ、大きく映るかなっていうところがあります。なので、まあ、ここからまたスライドショーで同じねお写真を流していきますけども、まあ、比較的ねあの快適に使うことができたなっていう印象でございますね。なので、まあ1.8 で使えるレンズなんですけど、比較的絞っております。まあ外なのでシャッタースピードも1000とかで撮るってなると、絞り4とかでね撮影することが多いです。なのでこういったところのお写真なんかであれば、反射をですね、まあ意識して、かつ、電球っていうものを写し取ろうと思うと、まあ 1.8 で撮るとね、こちらも横断歩道を渡る方が鏡越し、まあショーウィンドウのガラス越しに写っている状態なんですけど、ボケ過ぎるとちょっと何のこっちゃかわからなくなる。でこういったお写真もですね結構絞っております。だいたい4から8の間をうろちょろするような感じでございます。でこうなってくると 1.8 である必要あんのってところなんですが、やっぱりね 1.8 の威力っていうものを発揮できる場面も時折ありますので、こういったところは 1.8 ですね。これは比較的通行人の方とショーウィンドウのこの何て言うんですか、距離が近くて、絞りをある程度大きい辺りに持っていくと結構くっきり映っちゃうんですよね。ってなるとちょっとあんまよろしくないなっていうところもありますので、これは 1.8 とか2ぐらいにして、でこの真ん中の柱なんかにピント合わせて、まあ、ボケているような表現のまま、写し取って撮ってるという形ですね。なので85の、まあ、圧縮効果と、中望遠領域とで 1.8 っていうところの組み合わせによるボケ表現っていうものがすごく、まあ、スナップにその焦点距離というか画角的にはちょっとおーきつきつやっていうところがあったりするんですけど、やっぱりそのぼかすっていうね、あえてそのボケ表現とかなんかその情報をぼかすっていうところではすごく使いやすいかなと。あとは歪みが少ないっていうところもやっぱりこういったところでね、 85mm を使ってて、いつもはまあ 50mm 前後とか 35mm 前後ぐらいの焦点距離のレンズでスナップに出かけることが多いですが、85はねもう気分がいい、もうほんまにストンってもうファインダー覗いた瞬間にうわ歪みなしみたいな形でね撮れるので、いろんなものをまあ積極的に撮りたいなと。あとは ZF はねバリアングル液晶フルサイズ機の中では初のブルサ、何やったっけ、バリアングル液晶になりますので、そんなに厳しい無理な体勢せずとも液晶引っ張り出してね、縦構図で簡単にローポジションでの、撮影ってものもできるというところがありますね。で、まあ、85なので遠くからでもですね、ちょっと DX クロップなんかにすると 127mm ぐらい
の画角でバンって切り取ることができるので、まあ、遠くからでもね撮影ができるっていうところは一つ面白いかなと。で今回はですね、まあ、比較的そんなに今天気がねあんまりよろしくない日が私の方では続いておりまして、で ZF だからっていうところもあるかとは思うんですけど、勝手になんとなく自分の中でモノクロームっていうものを積極的にちょっと取り入れたいなっていうところで、このね帽子をいっぱい飾ってるマネキンさんもあるんやけど、これもすごくほんまはカラーでね表現した方がいいかなと思うぐらいいろんなカラフルな帽子がついて貼ってたんやけど、でもやっぱりそこはもう情報としてガチャガチャしてしまうかなっていうところでモノクロームでまとめております。でこちらはね逆に、ダンディーなスーツなんですけども、マネキンさんがねこれを黒のモノクロームにしてしまうとただの黒のねもう仕事着みたいに、まあ、タキシードっぽくなってしまうけど、これはなんかマジシャンっぽいね赤色のあのかっこいいね、スーツやったからこちらをもう色のままで残しております。なので基本はまあ色がある方がいいよねって、写真に関しては色を残しつつですね、色がちょっと邪魔になるなっていうところに関してはまあ積極的にモノクローム、なのでいつもよりかはモノクロームを多用しているというところがまあありますのでね。でこのねお写真もねもう一歩二歩ね前の進んでいただいたタイミングで撮影切った方が良かったかなとは思いつつ、そこでもまあ何枚かね 2,3 枚切ってはいるんですけど、そうなってくると今度姿勢であったりとか足の運び方であったりとかね、まあタイミングってものは難しいかなってのは思います。これはなんて言うんですか、一箇所だけまあ光がビルとビルの隙間からストーンって入ってきている瞬間ですね。でこれがもう少し 2,3 歩先に進まれたら影がもっと後ろにビュッて伸びてるはずだったので、まあ、そっちの方がいいかなと思ったんですけど、そっちの写真はちょっとねここにある上りがね今度かなり強調しておりますので、まあ一瞬一瞬をその場で切り取るので移動するっていうところもありっちゃありなんでしょうけども、歩きながらというか、まあ、その場で見つけた瞬間を撮影するので、まあ、それはそれで一つありかなっていうところがありますので、スナップ撮影のね、まあ、難しさと面白さかなっていうところがありますね。なのでこういった、まあ、並んでいる木々のところとかもね、通行人がいらっしゃるとそういったものを含めるとなんか街中に人が歩いている姿で、これは背の高いビルに反対側のビルが反射しているっていうところでなんかね重なっているような表現が面白かったので撮影したという形になりますね。でこちらもまあ綺麗なねビル群になりますので、まあ下を見るか上を見るかまあ同じ目線もねありなんですけど、同じ目線だといろんな情報が入ってしまうので、どちらかというと、まあ、下を見つつ時折上を見るっていうところで撮影することが多いかなっていうところでございます。なのでここ最近私自身もですねかなり積極的にスナップ撮影っていうものを今まで以上に、撮影するようにしております。あの特別ね何かあったわけではないんですけど、より自分のなんていうんですかね、対応できる幅を広げつつ、よりそのトレーニングといいますかね、レベルアップを図っていく中で光の見つけ方であったり影の見つけ方であったりとか構図の切り取り方であったりとか、それぞれのレンズで違う撮影対象を撮った時にどんな表現ができるのかであったりね、こういったね点在する、歩いている通行人であったりとかね、こういったところもタイミングを待つであるとかね、ただ待ちすぎるっていうのはあんまり私できないタイプなので、もう今回あったらそれはその時の一期一会の出会いやわ思ってさーってね結構パラッと動いちゃうんですけど、これ 85mm の F1.8S ラインの、まあ、玉ボケのところのね表現なんですけど、やはり、まあ、端っこはちょっと流れる感じがありますよね、レモンっぽい感じがあります。ただ真ん中の方は、これね綺麗にまあ丸ができているかなってところですね。ので端っこになるとちょっとまあレモンっぽいっていうところがあるので、こういったところはやはり 135mmF1.8S ラインのプレーなんかをですね使ってみた経験があるからこそ全然違うなと。ただこれはこれで十分ね、だってこのレンズ自体もキャッシュバックキャンペーンとか含めて10万円下回るんですよね、そうやったかな、1万円ぐらいのキャッシュバックがあったと思うので、でこれが先ほどお伝えしていた 1.8 とかのね、85mm の中望遠領域の圧縮効果のボケ味っていうところも含めて、かなりねスナップと言うていいのかちょっと微妙なところがありますが、こういった写真がやっぱりバッと絞りをね開放に持っていくだけで撮れるっていうのはこのレンズの
魅力かなと。なのでこういった撮影に気軽に持ち出せるレンズが 1.8 シリーズであれば、まあ、10万円前後ぐらいで 50mm とか 35mm とか、含めて24とか20含めて購入できるっていうのはすごくねいいレンズかなっていうふうに思いますね。なのでまあモノクロ表現、これもね、まあ、モノクロにしておりますが、建物のちょっとね変わった形であったりとかね、まあ、そういったところを残していこうかという形でございます。なので自分の中で今日は構造を意識しようとか、今日は色を意識しよう、今日は光を意識しようとか、なんか今日は高さを意識しようとか、いろんな自分の中での宿題を持ちつつ、その日その日のスナップをすることによって、より直感的にいろんな別の場面でも撮影に対応できるように、より自分の撮影のレベルをアップするのには、とにかくもう撮り続けて気づきを得て、自分の中での引き出し、自分の中での今日のお気に入りの一枚、これスナップでも何でもないんですけどね。ただやっぱうわー 1.8 の85いいなって思ったのはこの一枚で、このね葉っぱのところのしっかりとした質感の表現であったりとか、なんていうんですか、これスタンダードであってるね、 SD やからスタンダードのピクチャーコントロールをベースに使ってて、こんだけ色表現ってものがなんていうの、すっきりする、ほんまに忠実な目で自分が見た色よりちょっと綺麗んちゃうかって思うくらいね、私の目の方がくすんでんちゃうかっていうぐらい綺麗にね写し取ってくれる世界っていうのは素晴らしいから、これ本当になんか上の方に多分もうそろそろカットされるんちゃうかっていうぐらい上の方に伸びすぎてる葉っぱなんですけど、それをね、上の2階とかの階段のところからパシャって簡単に撮った1枚なんですけど、特に何も意識してなくて、ただここ抜けてるなっていうところがあって、後ろぼかして撮ったら綺麗かなっていうので撮ったところですね。思ったより自分の中でおおって思ってしまった瞬間でございます。なので他の写真は結構ね、その通行人の方のタイミングとか方向とかそういったところを意識して撮っておりますので、ちょっとまあ疲れるというか考えて撮ってるんですよね。でこれは直感的に撮ったものになりますので、先ほどの葉っぱはね、なのでそういった写真での感動ってものはいいかなと。なので影のね表現であったりとかも含めております。でこれはちょっとね足元がブレているようなところであったりとか、なのでやはりスナップ撮影ってものは奥深いなって思いますし、本当その瞬間その瞬間の一期一会ってものを楽しめるのは、素晴らしいかなと。もうこれはもう単純に記念撮影でございます。近く寄ってくれたからもうそのまま真正面で、あ来てくれた、パシャって撮ったら、もうド日の丸ですよねもうど真ん中のド正面みたいなねところにいらっしゃいますが、鼻ねちょっとスンスン動かしながらうさぎさんをね撮影させていただいたというところがありますね。でまあこういったね整ってるところも人がいないタイミングであれば積極的に狙っていきたいと思いますし、ツツジって5月季節の花、それとも年中咲いてる、ちょっと私花よう分かってないんですけど、ツツジがちょっとね数多く、花開いておりましたので、ツツジを見つけて、あツツジ取ってみようっていうところでツツジのね、まあ、花壇を取ってるという形ですね。でコアラの方は皆さんねお食事中やったのでね、で白熊もねすごく人気やったんで、皆さん前にねたくさん並ばれてて、でいつもやったら超望遠から後ろからスパーンって撮影してしまえばいいんですけど、今回は85だったのでそれができへんのでね、なのでまあいろんな前の方々の肩越しに撮影したりっていうところを含めて、人のいる世界観みたいなものを残せるのは素晴らしいかなってのは思います。また85になるとこういったね街並みとかビルを映した時に、結構圧縮効果でグッていろんなビルをねまとめちゃうことができたりするので、まあ、積極的に建物なんかを、まあ、広角で広々く撮るってのもありなんですけど、中望遠のね85だからこそ撮れる世界ってのはあるかなってのは思います。でこうなってくるとスナップに最適なレンズって何なんだろうと、今のところスナップに今回はこのレンズ50であるとか85であるとか26であるとか決めて出向いて、今日はこのレンズでこのレンズ縛りで撮るぞみたいなところを私自身意識しているんですけど、じゃあ自分が自由に今回はレンズ選んでいこうって思ったら、なんか自分の中での課題なしでね出かけるってなると、やっぱズームレンズとかの方が楽なんかなってのは
思います。で、単焦にやはりなりますよね。今回も 85mm 単焦点1本なので、確かにその歪みがね少ないとか抜けがいいとかボケ表現が時折面白いであるとかはあるんですけど、やはりまあ中望遠の写真ばっかりが並ぶので、ここがズームレンズであれば広角から標準、まあ中望遠領域っていう表現がね、まあできたりするのかなっていうところも感じれますので、スナップ撮影ってものはまあズーム1本単焦点1本持ち歩くんが一番理想なんかなってのはなんとなく今日使いつつ思いました。もっとね他のレンズやったら今日は違う写真もたくさん撮れたと思うんですけど、今日は85やからちょっと、ここはなんか違うかなとか、逆にいつも撮ってる場面でも85やからはこんなに分かりやすく主役を引き立てて撮影することができるんだなっていうところがありますので、まあ同じカメラとか同じレンズを持っていても環境が違えば変わるように、同じ環境でも違うカメラを持っていれば全然違う結果が得れるなっていうのは改めて今回学んだところでございます。もう積極的にね、私自身もっと写真を撮っていく環境を自分の中でね作っていって、別の動画でもお伝えした通り、なんて言うんですか、求められる写真に対してそれにマッチさせた写真を撮影していく、納品していくっていうのはもちろん大事ではあるんですけど、じゃあ、フリーです、自分で好き勝手に自分の時間で写真を撮ってくださいってなった時にどういった写真を撮るのか、でそれが今までであれば、ポートレートであったりとか野鳥であったりとか、もう分かりやすい撮影対象ベースの撮影が多かったんですよね。今日は鳥を撮る、今日は飛行機を撮るみたいな、ただ今日は何を撮るか決めてないようなタイミングで、自分が決めた機材で何が撮れるのか、なのでその場に行ってその瞬間に自分が今持ってる機材で何ができまんのっていうところをより磨いていって、もっとなんかこのアドリブ力に対しての適用できるようなところを強く強化していきたいなと思っておりますので、私自身今までのそのインスタグラムなんかで参考にねしている方々のアカウントってのもまたちょっとずつ変わってきて、より一層スナップ撮影なんかで魅力的なね写真を投稿されてたりとか、考えられて撮られてる方のお写真を見るようになっておりますので、私自身ねもっと磨いていこうかなというところがあります。このチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しております。3万人5万人10万人とね、チャンネル登録を伸ばしていこうと。なのでこの写真もね私の中では結構ね新たなチャレンジでございました。高さを意識しつつ、ラインを意識しつつ、思いっきり小さく写すんやけど主役がはっきりしている写真を目指そうというところを今回は自分の中で課題として置いていたので、まあ、高さがねここが2階部分で1階部分でて、高さを表現しつつで歩いてるねサラリーマンのお父ちゃんかなっていうのが、歩いてらっしゃる後ろ姿っていうものしかも情報がないようにして、でもっと分かりやすくでかく写せば主役はこの男性の後ろ姿だよねってのが分かるんですけど、それをちょまっとちっちゃく入れることによってですね、どういった表現ができるのか、でこの時にカラーだとやっぱり情報がねいろいろ出てくるので、光がこっちとかタイルの色がこれみたいなところがあるので、モノクロームにすることによって導き出されるところがあるかなっていうところがあります。なのでこういったところでね、まあ、高さを意識した写真っていうのは今回強く自分の中でも、まあでもいいトレーニングになったかなってのは思いますので、ぜひね皆さんもまあ積極的に、いろんな写真を撮ってみていただいたらと、もちろん自分のね好きな領域っていうものを突き詰めていくっていうのは大事なんですけど、また違う、まあ、フォトウォーク的なねところの写真っていうものが撮れるようになってくると、もっともっと自分のなんか日常の中にカメラがあればできることが増えていく。なのでカメラを持って野鳥を撮る、人を撮る、飛行機を撮る、鉄道を撮るという決められたものを撮るのではなくて、カメラがあるから何でもどうぞ撮ってくださいに対して撮ってみることができるみたいなね、そういったトレーニングってのもありかなってのは個人的に思っております。でこのそのなんていうの、ジマチューブコミュニティっていうねオンラインサロンなんかも運営しておりまして、やはり私自身ですね、今まで自分が得意とする、よく撮ってきている、よく撮影機会があった、求められる写真ってものを撮り続けるだけではなくて、よりいろんなサロンメンバーさんが撮影されている興味関心があるところに私自身も
興味を持ってですね、自分が今まであまり、まあ誰かが撮ってるから素晴らしい写真だなと思うけど、自分が撮らなかった領域っていうものをより一層ね広げていけたらなというところがありますと。そうなんですよ。なのでオンラインサロンね、自慢チューブコミュニティっていうものを運営しておりましてですね、カメラとか、まあ、写真がね好きなメンバーで集まって和気あいあいと盛り上がったりとか、今回のお写真なんかもそうなんですけど、撮影した写真なんかを、投稿してですね、私含めて各メンバーからコメントがねいただけたりとか、あとは機材購入検討の相談。なので今回で言うと、私のところで言うとスナップ撮影 ZF いいですよね、レンズどれでいきましょうみたいな、どれ買いましょうみたいなところの相談とか検討とかね、情報収集であったりとか、そういったところに自慢チューブコミュニティオンラインサロンを活用していただけたらと思います。のでオンラインサロンのご検討とチャンネル登録、チャンネル登録はね無料でできる、チェックを押すだけでできるものになりますので、ぜひねチャンネル登録を押してもらえると。でもう一つは、私自身この 4K での縦動画っていうねものもチャレンジしておりますので、まあ、時折ね、コアラだけが動いているのが 60p やったら分からへんっていうところがね、なので2倍スローなので、いまいち伝わりにくいところがあるんですけども、スナップ撮影と、まあ、高さを意識してるとか、主役を小さくするとか、あとは、縦動画も今後どん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 、開拓していこうというところがありますので、しっかり縦動画も、一緒に素材として撮ってきたと。で、縦動画はモノクロームではなくてね、もうカラーで抑えておりますので、まあ、どんどん自分ができることを広げていくことによって、新たな気づきもあれば、新たな人との出会いであったりとか、こういった写真を撮っている方とのコミュニケーションの、まあ、充実ってものが図れますので、やっぱりできることは増やしてる方がいいかなと。で、ここでスナップある程度自分の中でここら辺までできるようになったとか、こういうことに気づけるようになった、じゃあそれを持った上でもう一回人物とか飛行機とか鉄道とか野鳥とか、自分が得意とするか興味の強く持ってるねフィールドにもう一回戻った時に、こう螺旋階段状の成長を感じれるんじゃないかなっていうふうに思っておりますというところですね。皆さんはスナップ撮影とかよくされます？で、もし撮影されるときは85ミリってどう思います？皆さんはもっとね短い焦点距離のレンズを使われるかもしれへんしねっていうところがありますので、お気づきの点などがありましたら、ぜひコメント欄とかチャット欄で寄せてもらえると私自身、すごく嬉しいでございます。いつもみたいにね、なんて言うんですか、カメラとか、撮影技術に対する、まあ、情報発信っていうのも大事なんですけど、一人のニコンのカメラを持って写真を撮るユーザーの一人としてですね、まあ、こういったものを撮って楽しんでるよとか、こういった形のことを考えてるよとか、スナップ撮影で 85mm の 1.8 持ち出して ZF と組み合わせた時の印象はこうだったよみたいな、体験ベースのねカタログとかのそのメーカーさんのね公式情報をベースに、カタログベースの情報もすごく大事です、説明書的なね。ただ実際に、撮影を試みてみて、実体験としてどういった印象を持ってるかみたいなところのリアルな情報もねまとめてお届けすることによって、より、当チャンネルのまあ何て言うんですか、満足度というか充実度が増していくかと考えておりますので、今後もこういった形でねいろいろお伝えできたらと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。